試合自体本当最初にいい形で先制点取れて、まあ、同点にはされましたけど、その中で自分たちのミスで失点してしまって、でも終了間際に井出選手が同点ゴール決めてくれて、今までこう試合に出れなくて悔しい思いした選手たちが点取れたのはすごいチームにとってプラスだと思います。内容も結果も自分たちが今までやってきたことをまあできたと思うし、勝ちたかったですけど、まあ、うまく同点に追いついたと思うし、まあ、次もあるんでしっかりそこは勝てるようにしたいです。ライバルだと思います。一発あるチームやなというのを思いました。いつも通りだと思いますけど、先制点を取ることが一番鍵を握ってくると思いますし、ホームで戦えるっていうのがあるんで、まあ、焦らず戦うことが一番大事ですし、そして勝ちに行くことが大事だと思います。まあ、せめて逆に隙が空いて失点するのが一番もったいないと思うし、まあ、今までやってきたことを出すことが大事かなと思います。スタッフもそうですし、選手もそうですし、サポーターもそうですし、そこが一丸となった時に、決勝に行ける時なのかなと思います。まあ、やっぱり先制点だと思います。米倉選手だと思います。この間の試合もすごい起点というか、ね、チームに勢いを与えてくれましたし、次も必ず鍵になると思います。自分だと思います、はい。ダービーなんで勝って終わって、みんなで喜びたいなと思います。絶対に決勝に行きたいと思います。